chat, no chat. Oh my boss, are you? レイブ、あなたに個人的な依頼があります。先にコーラル激流が発生し廃棄される運びとなったエンゲブレト行動、その調査に行きたいと考えています。当該行動は前回の異変まで半ば捨て置かれていましたが、ルビコン開発中期から存在しており、その歴史は古い。様々な時代の痕跡が残っているはず。それを調べていきたいのです。私には残念ながらあなたに報酬を支払うための資産がありません。そこで代案なのですが、惑星封鎖機構の機体残骸を見つけたらぜひアクセスしてみてください。企業もルビコニアも
封鎖機構の情報を集めています。回収したデータを私の方で換金し、あなたへの報酬に当てたいと思います。ウォルターには周辺の地形確認に行ったことにしておきました。レイブン、付き合ってくれてありがとうございます。メインシステム戦闘モード起動。始めましょうか、レイブン。早速ですが、データ回収を行えそうな機体残骸をいくつか検出しました。マーカー情報を送信します。機体情報です。換金してあなたへの報酬に当てさせてもらいます。ホーレムは情報動態特性から機器類に干渉することがあります。先の逆流現象の影響でシステムが部分復旧している残骸もあるはず。それを見つけていきましょう。換金できそうです。あなたへの報酬が増えるのは私としても嬉しいです。この調子で探しましょう。
データは執行部隊の編成が確認できます。リペアキット残数ルビコニアンが乗っていた AC のようです。ルビコン解放戦線の思想的指導者ドルマヤンによる口述筆記でしょう。これは極めて個人的なものであるように思えます。SG 機体の設計図面です。これは旧世代の AC。 タイムスタンプによると記録されたのはアイビスの日の2日前、あの災害が発生する直前の予兆について言及しているものと思われます。危険の旧世代 AC と思われます。強化人間についての言及があります。あなたもまたコーレル技術によって生み出された存在でも、そうでなければ私たちの更新は取得できる情報はもうなさそうです。あなたがルビコンの過去やコーラルについて何かしら思いを巡らせてくれたなら、私としては嬉しいです。
キバスグループから依頼が入っている。独立傭兵レイブン、これは当社系列企業シュナイダーからの依頼です。ベスパー第4隊長と機下の活躍により陥落し、当社拠点となったバートラム旧宇宙港について、惑星封鎖機構の残存艦隊が奪還を企図しているとの情報を得ました。作戦内容はその迎撃及び当該拠点の防衛。配備されている MT 部隊は友軍として機下の支援にお役立てください。ブリーフィングは以上です。よろしくお願いします。モード起動。ミッション開始。待て、621、様子がおかしい。戦闘がすでに終わって。状況を確認しろ、621。聞こえてる？目標を確認したわ。あれがあなたを語る傭兵。見せてもらいましょう。借り物の翼でどこまで飛べるか。よく
モード起動。ミッション開始。待て、621。様子がおかしい。戦闘がすでに終わって。状況を確認しろ、621。モード起動。ミッション開始。待て、621。様子がおかしい。戦闘がすでに終わって。状況を確認しろ。強化人間 C4-621。 レイブ、
闘モード起動。ミッション開始。待て、621。様子がおかしい。戦闘がすぐに終わって。状況を確認しろ、621。Thank you.
ッション開始。待て、621。様子がおかしい。戦闘がすでに終わって。状況を確認しろ、621。モード起動。ミッション開始。待て、621。様子がおかしい。戦闘がすでに終わって。状況を確認しろ。Thank you.
ミッション開始。待て、621、様子がおかしい。戦闘がすでに終わって。状況を確認しろ。平時短期で全てを片付けたというのか。強化人間 C4 の命令の名を返せとは言いません。ただあなたにその資格があるか見極めさせてもらいます。お前のライセンスも本来の持ち主か。構うな、撃破しろ。6人1モード起動。ミッション開始。待て、621、様子がおかしい。戦闘がすでに終わって。状況を確認しろ。モード起動。ミッション開始。待て、6人。
ミッション開始。待て、621。様子がおかしい。戦闘がすでに終わって。状況を確認しろ、621。メイシー探検、全てを片付けたというのか。強化人間 CEO のフリーグチャー。レイブンの名を返せとは言いません。ただ、あなたにその資格がある。
足はつけて。アーキバスは向こうには教師目付け役。何よりラットミシが6人。あなたを襲撃した独立傭兵、どうやら彼らの定義、戦う理由、それが私のレイブン。
地襲撃作戦です。目標は敵方が保有する拠点群および強襲艦隊、そして先般起動した。ここからが本題だ。要するにルビコン各地で封鎖機構との総力戦が起こる。貴様らは貧乏くじを引いた。ここにいる面々がアサインされたのは最大の脅威、表現の化け物大使だ。やってられるかよ。俺は遠巻きに見物させてもらうぜ。ガンズファイブ、前線に出るメンバーが一人確定したようだな。アイスアームの多重コーラル防壁を無効化する手段について話そうじゃないか。あれはプライマリシールドとセカンダリシールド、2枚からなる鉄壁の守りだよ。1枚目を突破する手段はアーキバスが提供しましょう。最新兵器スタンニードルランチャー、これを幹部に当てれば求める結果が得られるはずです。2枚目はどうする？夜なべして作ってたおもちゃがある。ラッド金星オーバードレールキャノンさ。バートラム旧宇宙港の大気電力を回せば威力は足りる計算だが、問題は命中精度だね。そういうことであれば車種は任せてくれ。狙撃には自信がある。私は現場監督として出ましょう。寄せ集めには統率が必要です。弾幕要員も1枚欲しい。うちからはチャティも出そう。あと決まっていないのはスタンニードルランチャーを誰が当てに行くか。最前線で殴りに行く係なら最初から決まっている。ガンズ13、話は聞いていたな。愉快な遠足の始まりだ。戦の総
補正よし。90、95。
80%。 出力95、100。巻き込まれるなよ。セカンダリシールド消失。失われていく。レイブン、あなたに伝えておきたいことがあります。コーレルは、彼らは私の同胞なのです。コーレルに織りなす潮流、私はそこに生じた一つの波形。実体を持たぬルビコニア、これまで長い間誰にも知覚されることはなかった。レイブン、あなただけが。ベイラムとワーキバス、二大企業グループの一時共闘により戦況は覆り、惑星封鎖機構は保有戦力の過半を喪失、
生涯への撤退を余儀なくされた。決定打となったのはベイラム主導によるアイスワーム掃討作戦だったが、アーキバスは封鎖機構の執行部隊との交戦を経て強襲艦をはじめ主力兵器の多数露獲に成功。これは両者のパワーバランスをアーキバス優勢に傾け、企業陣営の消耗を見込んでいたルビコン解放戦線にとっても大きな逆風となった。惑星封鎖機構という共通の敵を失い、にわかに再燃した集積構なる到達競争は以前にも増して硝煙の匂いを漂わせ始めていた。妖怪人間 C4621 通常モード移行。新着メッセージ2件。少し休息を。封鎖機構が片手養生とし得られた情報を有事モッチポイントアイスワームが防衛していた。お前にはレイブン・ウォルターの言う有事、彼がそのようウォルターは本、そしてあなたはこの登録版アリーナにおいて戦闘技能のたゆまぬ
闘技能検証プログラムナンバー7、いよいよ A ランク隊に入ります。今回の対象は AC ディープダウン、識別名ガン。メインシステム戦闘モード起動。メインシステム戦闘モード起動。目標の撃破を確認。検証を終了します。お疲れ様でした。